起立、気をつけ、礼、お願いします。着席。どうも、古着塾生徒の軍曹です。だー、とうとうめちゃめちゃ探してたものを手に入れましたので、その紹介をしたいと思います。アイテムはカーハートですね。まあ本当にね、本当になんですよ。これは正直かなり探してた。だから手に買える、まあ値段的にはそのめちゃめちゃ高いってわけじゃないですけど、まあ高いんですよ、僕からしたら。でなおかつそれがもうほぼ、まあ僕が熊本で見てきた中ではありますし、オンラインでも探した中なんですけど、実店舗にあるかもしれないですけど、マジで見たことなかった実物を、ほとんど見ない。あったとしても売り切れだったんですよね。ということで何のアイテムかっていうと、こちらカーハート、94年に製造されたと言われているウエスタンジャケットでございます。カラーは、これタグがなくなっちゃってるんですけど、確かカクタス58番だったと思います。特徴的な緑なんですけども、いわゆる、まあ、巷でいうサンタフェジャケットっていう形になるんですけど、この形のカーハートのジャケットって、一概にサンタフェジャケットで言われがちなんですけど、ヨークの違いとかで、名称が実は違ってるみたいです。で、これ何がスペシャルかっていうと、見えますかね？ライニングが民族柄なんですよ。これをマジで探してた。ずっと探してたんですよ。この存在を知った時に、本当になんじゃこりゃと思って、こんなもんがあるんやって、1、2年前かな、だったんですけど、びっくりして、これいつか欲しいな、でもえぐいなっていう感じがしてたんですよね。で、皆さんもこれはおそらく見たことあると思うんですけど、こういう形、サンタフェとかこういう系の形、まあ、ボンバージャケットって海外では言われるような形なんですかね、の部分の、ここの部分にその民族柄の切り返しが入っているものは結構見たことがあると思うんですよ。あれは僕も何回か見たことがあるんですね。ただあれをちょっと着るのはなんかちょっと難しいかなって、僕の好きな着たい感じでは着れないのかなと思って買わなかったりしたこともあったんですけど、あとはもう一つ前も話したんですけど、ナバホとのそのダブルネームじゃないですけど、ナバホのブランケット、もうボディ全部がブランケットのこういうボンバータイプの形、ボンバージャケット型の形のやつも、それは一回だけ、あれこそめちゃめちゃレアだったと思うんですけど、あれもちょっと買わなかったんですよね。なんか違うかなと思って。まあ、ただ購入しとってもよかったのかなと今では思いますね。そんな中ででも一番惹かれたのがこれ。この内側のライニングが、こういうのやってるの、もう本当に見たことなくて。で、これの型番が確か JS11 だったかな、 JS11581158 だったかな、確か1158だったと思うんですけど、の型番になります。で、こういったそのこの切り返しとか、この内側のライニングとか、もしくはそのいろいろこういう風に民族サウスウェスタンコレクションっていう風に言われてたりはするんですよ、ファンの、海外のファンの間からでは。で、その中でそのサウスウェスタンコレクションって言われる、これ正式名称じゃないと思いますっていうのが、90年代、まあ、もう本当に90から99ぐらいにしか販売製造されてないんですよね。で、これに関してはいろいろ調べたら1994年に発売されたモデルになるみたいです。タグは、取れちゃっててあれなんですけど、サイズ的にはいろいろ調べてみると XL のサイズなのかなと思います。特徴的には、ですね、これがいわゆる、ウエスタンジャケット。洋服がですね、見えるかな、こういう風にカクッカクッってなってるんですよ。このタイプがウエスタンジャケットで、ここの洋服が全くないもの。でポケットも地味に違います。ボタンついてたりついてなかったりするんですけど、基本的にはこのヨークである程度見分けれるのかなと思います。カクッカクッってなってるのがウエスタンジャケット。で、いわゆるそのウエスタン調みたいな感じで、こういう風になってるのがサンタフェジャケットですね。で、これがないのが、なんだったっけな、ウエスタン、サウスウエスタンジャケットだったかな。本当にね、詳しく、すごい詳しくまとめてくれてる、海外のあれがあるんですよ。そこの、それのリンクを概要欄に貼っておきますんで、見てみるとすごい面白いかと思います。そうですね。ないのがサウスウェスタンジャケットですね。この前の方のここのヨークが。
してここの切り返しがあるのもサウスウェスタンジャケットっていう部類に入るみたいです。でこの生地を作ってる人にその画像を使ってもいいですかっていうメッセージを送ったんですけど、まあ来ないんですよ、折り返しが。でログインを見たら結局ね、もう全然ログインしてなかったんですよね、ここ1年ぐらい多分。なんでもうちょっと返信は諦めて、画像も使わずに、あの概要欄にこのリンクを載っけておきますので、まあ英語なんですけど見ていただけたらすごい面白いかなと思います。でも本当にこのタイプはこの年代に作られてます。めちゃめちゃ詳しく書いてるんですよ。このレディットって読むのかな、前もちょっとお話したかもしれないんですけど、ここでカーハートのコミュニティがあって、すごいもうめちゃめちゃ詳しいんですよ。まあ本当か嘘かどうかはやっぱり分からないとは思うんですけど、おそらく本当で、もうめちゃめちゃ詳しくいろいろ書いてるんですよね。もうここ見れば自分のジャケットが何かとか投稿して、これ何ですかって聞けば、大体多分これだよって、これ本物ですか偽物ですか、あ、偽物、本物っていうのがすぐ返ってくるレベルですごいディープなコミュニティがあるんですね。でもずっとこれ本当に探してたんですよね。でこのサウスウェスタンコレクションっていうのが本当に個人的にレアなんじゃないかなと思ってるんですよ。レアっていうのもありますし、色味とかもこういう明るい色とかが結構取り入れられてて、もう本当にスペシャル感が個人的にすごいなって思うのが、この切り返しがあるサウスウェスタンジャケットっていうのがあるって言ったと思うんですけど、あれのそこの民族柄がここにこう入ってるんですね。それも結局発売された年度によって柄が違うんですよ。色のパターンは何個か決まってあるんですけど、本当に柄がこの年はこれ、この年はこれ、この年はこれって決まってて、めちゃめちゃコレクション性も高くて、なおかつそこの年代でしか作られてないっていうスペシャル感がめちゃくちゃたまらないですよね。でかっこよすぎるだろこれと思って、色もそうなんですけど、この本当にライニング、これがやばすぎる、えぐいよねこのライニング、こんなのカーハート作ってたんだっていうで結構このサウスウェスタンコレクション本当にいろいろ出してて、今からちょっと見ていくんですけど、一つ目がさっき言った普通のあのここにヨークがないタイプのボンバージャケット、サウスウェスタンジャケットで、ブランケットライニングものが一番最初に出てるっぽくてですね、ある程度で、それがまあ最初とかはわからないからタイプ別にこれまとめてあるんで、で裏のブランケットライニングっていうのがそのちょっと民族柄になってるんですね。でここの切り返しがあるサウスウェスタンジャケット、いろんなカラーバリエーションが出てますね。もうすごいよこれ。これはね多分見たことある人も多いと思うんですよね結構。で普通のウェスタンジャケットですね、このタイプ。ヨークがこここういうカクカクって、ちょうどなんかなんだろう、こうじゃないけどこうカクってなってるタイプ、こういうタイプじゃなくてうざいなっていうのも出てて、なんでそのウェスタンジャケット、サウスウェスタンジャケット、サンタフェジャケットってほぼ変わりがないんですよねでもこの辺にリリースされてるものにはなるみたいですね。であとはサウスウェスタンアクティブジャケット、ブランケットラインドって書いてあるんですけど、これがこれもブランケットラインニングが結局民族からになってるみたいですね。でサウスウェストチョアコート、これ僕サウスウェストチョアコート、ちょっと本当に画像は勝手に載っけれないと思うんで、リンク見てから見てみてほしいんですけど、サウスウェスタンチョアコートめちゃめちゃ欲しい。ちょっと待ってね、合ってるかどうか。これはちょっと違うか。これは普通のいわゆるカバーオールタイプのものの裏地のブランケットラインが変わってるのですね。であとはそれでもう本当にサウスウェストってついていろいろ言ってるんですよ。で今説明したら僕が欲しいっていうのがあったと思うんですけど、あれがチョアコートで、僕が欲しいのサウスウェスタンチョアジャケット、もしくはチョアジャケットなんですよ。これがめちゃめちゃかっこいい。いわゆるショートカバーオールみたいな感じの丈感になってて短いんですよね。ポケットが上の、カバーオールの上のポケット、U 字みたいなのになってて、下がスラッシュ型のポケットになってるんですよ。これがめちゃめちゃかっこよくて、探してるんですけど、出てこないんですよ。1個あるはあるんですけど、サイズが XXL で、で、高いんですよね、結構。なんで、これだけはちょっと無理かなっていう感じがします。でサンタフェジャケット、サウスウェストアクティブジャケットって本当にいろいろ出てるので、これはちょっと見てほしいですね。でこういった民族柄が使われてる
カーハートのものってアステックってそのサイト上でも言われてたりはするんですけど、アステックっていうのがアステカ族っていう意味らしくて、おそらくそのトライバル柄、民族柄っていうのがアステカ族のモチーフ、アステカ族をモチーフにしてる柄なのかなとは思うんですけど、詳しくはちょっとよくわからないですね。なんでそのわからないっていうのが、結局このサウスウェスタンコレクションっていうのも海外の人が多分そういう正式名称じゃないってさっき言ったんですけど、勝手にある程度勝手につけてて広まってるコレクションの名前だと思うんですけど、その中でもアステック、そのアステカ族って名前がついてるものは多分一つしかないんですよね。でまんまそのままアステックジャケットって書いてあるんですよ。でそれはもう本当にもう全部柄がバーって入ってるようなものになってて、なんでこの90年代入ってから90年代の終わりまでにずっとリリースされてた、各年でいろんなものがリリースされてたものの、全部のこの柄っていうのがアステカ族のものかっていうとちょっとわからないですね。ただカーハートアステックで検索してもらえると出てきます。確かもうちょこちょこ検索してみたりはしてるんですけど出てきますね。なのでこうそういう検索の仕方もいいですし、いろいろちょっと見てもらえるとすごい面白いコレクションになってるのかなと思います。これは本当に探してた、マジで。ただ本当にえぐい金額するんよ、がもうめちゃめちゃ安い金額で落ちてて、はと思ってマジかよと思ってて、いやこの金額で売られてることって多分ないんじゃないと思ってて、昔はあったんですよ。売り切れになっているものとかは比較的安い金額で売ってたんですけど、それがいつのものか分かんないし、ただ今のカーハートの高騰具合を考えると多分その金額で今僕 100% 売ってないと思ってたんですよ。ただ出てたんですよ、なんかちょっと前の当時のみたいなぐらいのニュアンスの金額で、これはえぐいねえ、本当にかっこいい。もう語彙力なくて申し訳ないんですけど、マジでかっこいい。で一応コットンライニングになるみたいですね。で表は 100% コットンの、おそらくそのフィルムラックじゃないと思うんですけどね、フィルムラックなのかな、家具的にもウォッシュドダックとかなのかもは知れないけど、ストーンウォッシュとかね、サンドストーンウォッシュだったり、もともとは多分普通のいわゆるベーシックな、確か12オンスだったかな、12オンスだったかな、の普通の一番ベーシックなダックキャンバスが使われてたと思うんですけど、いい感じに柔らかくなってますね。これはやばいよ本当に、たまらん。これはちょっと本当に探してたからな、買えないと思ってた本当に。なんかボーナスとか言ったら買おうかどうか買ってみようかなっていうレベルの本来金額だと思うんですよ。そもそもネットで探してもね、僕の探し方が悪いだけかもしれないですけど、まあこのライニングが民族柄になってるのってなかなかないんですよね。本当にもう売り切れちゃってる古いのとかあるんですけど、すごいやばいよなんか今更ですけど、特徴的にはこのウェスタンジャケット、サウスウェスタン、これサウスウェスタンジャケットかな、どっちだったっけサウスウェスタンジャケットだったと思うんですけど、ここのところにスナップボタンがついてますね。でこれもしっかり凝っててカーハートの刻印がされてます。でジッパーもカーハートで、タグはこんな感じの普通のあれどこだやつですね。やばい、本当にかっこいい。でさっきお話したようにここのヨークがサンタフェジャケットとは違ってこうカクってなってるんですね。サンタフェジャケットはこういう風になってる、よくなんでしょう、ウェスタンシャツとかのヨークで使われてる感じのカモメみたいな、アーケードステッチみたいな感じの形になってます。で後ろがこういうヨークですね、これもウェスタンな感じですね。アームホールは多分相当広いと思いますね。XL とはいえ、重ね着が容易なんじゃないかな。XL にしてもでかい感じがします。うん。マジでかっこいい。これはたまらんね。やばいわ。見つかると本当に思ってなかったからな。てな感じで、もうちょっと興奮冷めやらぬっていうレベルであるんですけど、
JS1158 だったと思うんだよね、これ。こういうグダグダで本当に申し訳ないんですけど、サウスウェスタン、多分これウェスタンジャケットか、この洋服は。まだちゃんと覚えれてないからダメだな。ちょっと待ってくださいね。そう、洋服が、前の洋服がないのがサウスウェスタンジャケットで、カクカクってなるのが、ウェスタンジャケット。で、ヨークが前のないのが、何ジャケットって言ってた？サウスウェスタンジャケットか。ちょっと待って。前にヨークがないのがサウスウェスタンジャケット。で、カクカクっていうこのジャケットがウェスタンジャケット。で、いわゆる、なんでしょう。こういう、ウェスタンシャツとかに見られるヨークをしているのがサンタフェジャケットになるみたいですね。はい、すいません。でこの型番が JS1158 って読み方合ってるかな、ちょっとパッとあれですけど、カクタスっていうグリーンのモデルになります。てな感じで最後はちょっとね、一応コーデを全く考えてなかったですけど、こんなコーデどうだろうっていうコーデを組んでみて、一回外で写真撮ってあげてみようと思いますので、どうぞどうぞじゃねえや、まずは、はい、以上です。いやー、これは本当にずっと探してた。気をつけて、ね、行きましょう。